You're listening to Shibuya Cross FM. は午後4時を過ぎました。里見しのぶのエンパラダッシュ、パーソナリティの里見しのぶです。そして第3月曜日のアシスタント、サックスの深澤智美です。とピアノの飯田翔子です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。。本当翔子ちゃん毎回言うだけど腹からこう、あ、いやいやすいません、もう私はいつもちょっと上手ってたよ、もうなんか来たみたいな、ちょっとドキドキ、ちょっとブリッコみたいな、ちょっとすいません。可愛い智美ちゃんが出ました。今日で3回目ですかね。そっか、まだまだでも緊張感あるよね。え、なんか無駄に笑顔で言っちゃいます。見えてないのに。すごい可愛い感じで。前にさ、3人のなんかユニット名作ろうとかなんか言ってたじゃん。はい。あ、はいはいはい。ね、それってみんなに応募したらどうだろう。ああ。いいですね。ね、すごい。確かにすごいの来そうですね。なんか。もう自分がネーミングセンスないのよ。本当にお任せしたいです。すごいの来そうですよね。1個あるんだよね、違うね、浩平くんとやってるやつのね、1曲だけやったんだけどね、はい、3人で ね元気ですかね、うん、とか元気元気みたい、ね、結構あのツイッターとかフェイスブック記事がアップしたり、いつもなんか食べるもんすごい料理が上手で、ね、そうですよ ね料理男子ですよね。そう本当羨ましい。だから結婚できないんだね、あの人。いい男なのにって言っても、みんな誰のこと言ってんだろうと思ってるけどね。はい、はい、もしね、皆さんなんかこういういい名前あるよとかなんかいろいろ提案があったら、うん、どうしよう、どこに申し込む、あ、ここの渋谷クロス FM か、そうですね、もしくはね、今ツイッターの方でちょっとこれからできないかなと思って、うん、ハッシュタグ今のところショートモっていう、うん、私たちがね略してショートモって、はいはいはい、そうなんです、それで投稿していただければ、うん、それで、うん、あの、はい、そう、ハッシュタグと、ショートモっていう風にひらがなで打っていただいて、そこにね、投稿 に、こういうのどうっていうのがあれば、はい、あれば、はい、よろしくお願いいたします。今日なんかね、すっごいバタバタするんだけど先月もそうだった気がします。毎度です。毎度はい、そんなわけで、50分間ね、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。里見しのぶのエンパラダッシュ、この番組は毎回素敵なゲストを迎えして、和気あいあいと楽しいトークと音楽で最新のニュースや流行っていることなどを紹介していきます。さらに生放送の番組を生かしてリスナーの皆様にもメールやコメントでご参加いただけます。 E メールアドレスは info@shibuyacrossfm.jp、 info@shibuyacrossfm.jp、 ファックスは03-6416-9528、03-6416-9528、先ほども申し上げましたけれども、ツイッターでハッシュタグショートモで番組の感想やリクエストなどお気軽に投稿してください。お便りお待ちしております。里見しのぶのエンパラダッシュ、この番組はグラデーションブログ部、美の総合商社メディカルサロンソウルスペースの2社の提供でお送りいたします。はい、それでは今日の1曲目、CD かぐやの中から、題名何？君を待っているです。はい、お願いします。
日のゲスト、ピエールさんです。こんにちは、ピエールです。よろしくお願いします。いい声、嬉しいです。ありがとうございます。もう最初ピエールさんね、はい、お名前だけお伺いしててで、イメージがなんか結構なんか出来上がってたんです、自分の中で。どんなイメージでした？いや、私結構おひげ生えてるタイプかなと。ひげ、言われます。そしたら今日、楽屋にね、はい、のなんかその辺にいらっしゃったじゃないですか。その辺にいました。絶対ピエールさんじゃないと思って、どこの会社の人だろうとか、どこの会社のマネージャーさんだろうとかなんか思ってたら、黙って立てると。だったらピエールさんでした。失礼いたしました。いや、もうよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちなみに今日、はい、いつもそういう感じですか？そうなんです。普段歌ってる時とかライブの時もですね、こういうスーツが多いですね。スーツしていろんなネクタイ変えたりとかして、でも素敵だね。ありがとうございます。今日ドットとストライク、そうなんです。これね、どっちが前にもいけるっていう、素敵、はい、ちなみにそのピエールさんって芸名、誰がつけたんですか？芸名なんです。ありがとうございます。これつけてくれたのがね、はい、僕大学卒業してから、はい、高校の先生やってたんですよ。音楽の先生、まずね、音楽の先生、音楽の先生を県立高校でやってたんです。で、初めて授業をした時に、はい、目の前の女子生徒に、うん、先生なんかピエールって感じって言われて、でピエールって言ってます。それからずっとピエールって言います。そうなんだ、その人。でもだから何がピエールっぽいのか全然わからないんですけど、すごい。そうなんだ。でもすごい紳士な、ね、もうオーラが、すべて紳士のオーラが出てますよね。まろやかな喋り口といい。もうだから、その学校ではもう生徒みんなからピエールって呼ばれてたし、そう、まあ、これもいいなと思って。ちなみにご出身は先生だって、学校出身は出身は埼玉県の加須市っていうところです。加須市、加須市って、加須市、あのね、加えるに砂川さんの巣って書くんですけど、東北自動車道とか使う、カスじゃないの？それね、そう、カスって書いてカゾって読むの。ゾって読むの？なんかでも昔はカスって読んでたらしいんですけど、それがなまってカゾになったっていう話もあるみたい。なんか音楽との出会いは4歳。4歳、そう、あ、結構早いね。お姉さんが通ってたピアノ教室についていた時に、高校1年生の夏、音楽の先生から歌わないかと言われて、音楽、声楽を始める。ピアノをやってたお家って、じゃあ裕福なお坊ちゃんだったんですね。どうな、両親、お二人もそうだけどね。両親は全然音楽関係ないんですよ。あ、そうなんですか。全く関係ないんだけど、まあ、お姉ちゃんがやってて、うん、でそれがなんかすごい楽しそうに見えて、うん、ついてったら、うん、はやりたいと。それが本当出会いに、うん、でも別にその音楽の道に行こうとは思ってなくて、うん、で本当に高校に入った頃は最初は自転車レーサーになろうと思ってます。ああ、全然違うじゃないですか。よくヨーロッパとかフランスとかで、うん、ツールドフランスとかって言って、はい、自転車でレースする、ああいうのはすごくなんか憧れてて、うん、でたまたま入った高校に自転車部ってあったんですよ。結構珍しいですよね。そうですね、すごい珍しい。自転車部、そう、どんな練習する？サイクリングじゃなくて、何するんですか、自転車部って。分かりやすく言うと、本当に競輪選手が乗るような、あの自転車を一人一台持って、で毎日放課後に高速道路の側道まで行って、側道って基本まっすぐでしょ、そこを何十往復とするんですよ。わ、太ももがすごい乳酸たまりそうですね。本当にすごいです。高速道路の側道、側道って入れるんですか？ですね、一般道で高速道路の隣に走ってる一般道ってことですね。あれってでも都内しかないですよね、ああいう。あの田舎にはあるんですけど。あるんだ。田舎にあって、で週末になると、僕その埼玉だったんですけど、はい、大宮にね、はい、大きな競輪場があるんですけど、うん、そこまで自転車で行って、あのいわゆるバンクっていう中をもうずっと一日中漕いで、あれ、これ斜めになって、あれすごい難しいらしいですね。すごい、あれ本当にあそこ場所に行くと、うん、もうゾッとするぐらい急らしいですよね。そんなに傾斜があるんですか？本当にちょっと滑るとツーって滑って、もう本当に火傷みたいになっちゃうんですけど、そういうところ練習して、うん、トレーニングするっていう。へー、本格的ですね。本当本格的ですね。僕の仲間とかでやっぱ競輪選手になった子もいたし、するんですよ。だ、僕もね、そのまま続けてたらと思ったんだけども、うん、その音楽の先生がその最初の授業の時に、うん、みんな最初効果を多分練習するんですよね、音楽の授業って。で一人ずつちょっと歌を歌わしたら、うん、僕だけ
最後まで歌ってって言われて、でなんでだろうなと思ってかっこいい、ね、素敵。歌った時に将来何やんのって言われて、うん、歌やらないって言われたのがそのきっかけなんですよ。その先生がすごいですね。いや、まあ、よくぞね。え、でもそれまで歌って興味なかったんですか？好きでした。好きだったけども、好きは好きだ。でも、ね、歌ってたことは歌ってた。歌ってた、うん。うん。でも勉強してね、それでなんかそれ進路を歌で決めていこうっていう発想は全くなかったから、でもその一言ですね。ああ、そういうね、幼少期のねきっかけって大事ですよね。出会いですね。出会いっていうか。そうそうそう。うん、それで、うん、で高校でその歌に出会って。そう、それで、で、とりあえずまあ部活もね、うん、まあ、自転車部からちょっとやっぱ音楽系に変えなきゃってことで、うんうん、で、合唱部じゃなくてブラスバンドに入ったんですよ。で、実は合唱部もあったんだけども、あんまり盛んじゃなかったから、だったらちゃんとね、こうやって息を使う楽器っていうんで、僕高校3年間トランペット吹いてた。あれ、しのぶさんのトランペット？あ、本当に？私、小学校で吹いてた。だから肺活量がすごいあるやっぱ、そう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 、絶対いいからって言われて、それトランペット3年間吹いて、私無意識でね、ただ兄がやってたからなんかやってたんですけど、なんかそのちっちゃい頃からどこからそんな声出るのってよく言われてて、じゃあやっぱ楽器ですよね、トランペットですよね、よく考えたら、多分トランペットだろうなと思って、私も1ヶ月だけトランペットやってたんです、吹奏楽部で。でもサックスは全然人がいなくって、サックスに回されちゃったんですけど、本当はトランペットがやりたかったんです。面白い、すごい繋がってますね。でもあの私、はい、トランペットの女子の先駆者だからね。本当誰もいなかったんです、まだ。私の時代は確かに男性が多いですもんね、男の子が多いので、その先生に、はい、あのトランペット、さとみさんあなたやりなさいって言われてね、トランペットのね、リーダーやりなさいって言われて、うん、でやってたんですよ。すごいね、まさに共通してますね。ねえ、嬉しいです。それで？で、ありがとうございます。で、トランペット吹いて、うん、で、じゃあその声楽でね、大学を受験しようと思った時に、うん、まあ、やっぱ一応親に相談するわけですよ。うん、で親もやっぱその、ね、音楽って大変なんじゃないのみたいな、うん、当然話になるんだけども、でもなんか父親がね、うん、まあ好きなことやれるんだったらいいんじゃない。ただ、素敵なお父様。ただやっぱり思い切りやりなさいって言われた時に、うん、そうか、東京芸大っていう場所があるんだなって知って、あ、じゃあまあ思い切ってね、そこ目指してやってみようと思って、うん、まあ、受験を、まあ、勉強いろいろ始めたんですよね、うん、結果僕二浪してるんですけど、うん、まあ二浪して入れて、うん、まあでも、うん、そこがベースかなと思いますね。うわ、うん、その時はだから歌で入ったんですか？歌です。で、もちろん歌だけじゃなくてピアノも練習しなきゃいけないし、ピアノはその小さい時にお姉さんがやってた時に真似してやってたんですか？やってて、小さい時、そう、小学校の時だけちょっとやってたんですよ。でも一回やめてて、でも高校の時からまた勉強し直して、また始めるって指動かないからね。いや、そうですね、本当に。でもその時はやっぱピアノ先生もすごくね、恵まれたというか、厳しいんだけどすごい愛情がある先生で、あのとっても良かったです。今でもお付き合いがあるんですけど、そう。やっぱいい人って付き合いにね、こう長く付き合いますよね。ですね。で、大学を卒業されて、はい、でそれでプロになったんですか？そうです。卒業と同時に、うん、で僕いろんなことをを20代の時にやってまして。あ、ちょっと待った。その話を一曲ちょっと、はい。かけてからお聞きしようと思います。、はい、CD 今日お持ちいただいてるので、ピエールさんの、CD の中から枯葉ですね、はい、シャンソンのスタンダードのなんですね。はい、聞いてください。ありがとうございます。
聞いていただきました。ありがとうございました。シャンソンって歌う人っていう意味なんだ。シャンソンって言葉自体はもう歌なんです。で、うん、今僕シャンソニエっていうカエルたちっていうね、うん、お店でまあ日々ライブしてるんですけど、うん、シャンソニエっていう言葉がいわゆるシンガーソングライターっていう意味の歌う人っていう意味なんですよね。もともと大学でクラシックをやってたわけですよね。クラシックです。でそしてどういう感じでそのシャンソンに行ったんですか。これがですね、うん、まあ、これも出会いがあるんですけど、うん、大学卒業と同時に僕まず結婚したんですね、うん、今ちょっと読んでたら元宝塚にジェンヌ。そうなんです。噛んじゃった今。宝ジェンヌ、うん、大学に入った時にどうやら宝塚を退団してから、うん、アニーとかそういったミュージカル出てた人が同級生と入ってきたみたいだぞみたいな、はい、同じ声楽家でねって人がいたんですけど、まあ、卒業した時にはなんかそういうご縁ができて結婚したんですよ、うん、でそこでやっぱりご縁ができてって狙ってたでしょ。なんかまあ気がつけば気がつけばね、やっぱ違うと思いますよ。花があるし光ってるし。いやまさかねと思ったんですけど、さすがですね。ツッコミがさすがです。レーザービームのようなピッ。そしたらやっぱクラシックしか知らなかった僕がやっぱいわゆるそういうなんかその華やかなねレビューというかそういった世界の音楽をやっぱ知ってた時にあすごく面白いなと思ったんですよ。あ音楽って広いなと思って、それでまあ学校の先生もやりながらまあちょっと演奏の幅もね少しずつ広げ出したときに、うん、ちょうど今から10年前にその今僕がねその普段やってるお店がもう今年でオープンして57年目なんです。すごーライブハウスとしてね。すごい老舗ですね。超老舗で、あのいわゆるシャンソンとかってくくれじゃなくて、うん、多分日本で今現役でやってるライブハウスとしても一番長い場所なんですよ。そう、その、まあ、身内の話になっちゃうんですけど、うん、僕のかみさんのお姉さんがね、もともとそこのお客さんだったわけですよ。で、ちょっとそのお店を誰か引き継いでもらえないかっていう話をずっと受けてて、僕も何回か誘われてたんだけども、はい、まあ、よしやってみようと思ったのがちょうど10年前の時に、それでそのお店も引き受けながら、もうじゃあ僕はシャンソンをね、メインで歌っていこうっていうことで、そういう今の生活に。まあでも今大変な時期ですけどね、コロナで。そうですね、もう本当にそうですね、1年前か、まあ、ちょっともうちょっと前か、なんとかね、うちは本当にそれこそまあできることでね、まあ、コツコツやれてるんですけど、皆さん苦労してる。本当大変、私もずっと去年は大変だった。歌い手さんもそうだし、ミュージシャンの人もそうだし、そう、ね、本当にホールとかやる場合、ちなみにキャパはどれくらいですか。何人くらい入る。キャパですね、でも60名、70名ぐらいなんです。あ、そんなにすごい大きいですね。そのうちこの3人でなんかもうぜひぜひぜひ。もう4人で ね、4人でもう本当本当もうぜひぜひですよ。そうですよ。え、4人ってそんな簡単に入ってもらっていいんですか。あ、確かに確かに。ごめんなさい、すいません、恐れ多くも失礼いたします。すごく嬉しいですよ。だってすいませんでした。あの本当に基本はシャンソンのお店だけども、いろんな方に出演してもらってるんですよ。なのですごく本当にご縁。私もともと演歌なんですけど、あの演歌をなんかブルースっぽくとか、はい、なんかいろいろアレンジしてやったら面白いね。面白いですね。それとクラシックも入れて、ね、結構何でも歌うので、すごく楽しみです。毎日ねそのライブの時にはピアニストが毎日変わるんですけど、あの月にやっぱ多く出演させていただいた方は、ちょうど吉幾三さんのバックでずっとピアノ弾いてる方とか、本当にいろんな人がいるんですよ。EXILE さんとかディーン・フジオカさんとかのバックでやっぱり弾いてる人とか、いろんな人が日替わりで来てくれて、今どうなんですか。今はやっちゃいけないんですけどね、自粛しなきゃいけないですね。お店に関しては、うん、それこそ、8時までの営業で、お酒出さないっていう感じと、あとはそういわゆる衛生管理をしっかり徹底するっていう形で、いや今やってます。まだやってます。ああ例えば、6時ぐらいから始めて、そうですね、で1時間ご飯食べてお酒飲んで、でその以降はライブでもう飲み物お酒ストップだったら OK なんですか。今は基本的に営業自体が8時までなんですよ、うん、あ営業自体が8時までなんだ。今8時までなんです。そう、まあ、これがねまた変わればまた戻って、もともとは10時11時までやってたんだけども、今は決めた、はい、8月の私のバースデーやろう。すごい、それちょっとじゃあもう帰ったら今日もすぐ。お8月の2人お誕生日いつ。12月です。12月で私3月です。3月、あ、終わっちゃったんですよ。そう、終わっちゃったんです。じゃあ、8月、12月、3月はやります。すごい定期的、割と楽しみ。すごい嬉しい。で、12月クリスマスもあるしね。あ、確かに、確かに、絡めちゃったりして、ちょっと、うん、
あの、ね、1日なんですけど、はい、誕生日、はいはい、何曜日だろうね。8月1日は分からないな。あの今ね、調べてないんで、なんか話聞きましょう。日曜日です。ちょうどいいじゃん、はい、すごいちょうどいい。もうちょっと後で帰ってみます。そうですね、スケジュールシェアします。あのお店ではね、はい、まあ、お客さんもまだそんな全員満席にはできないんですけど、うん、何人ぐらいまでだったら OK ですか。今は、まあ、でも8月だったらちょっと落ち着いてありますよ ね、 多分、うん、もうインフルエンザあじゃなくて、中級にインフルエンザ、なんだっけ、ワクチン今打ち始めてるから。そうですよ、今日からね。いやもう伝わってきますが大丈夫。そうそう、わかりました、わかりました。流行り病ですけど。そうですね、ね、ワクチンもう始まってるから、ね、もう受けすぎだって。いやもう分かります、分かります。あの多分少しは落ち着いてると思うんですよ、うんうんうん、確かに。でオリンピックも始まってるから、もう結構そうですよね、オリンピックね、多分やると思うよ。だから本当にそろそろ楽しいこととかね、うん、やっぱりいろいろ企画していい時期だとやっぱ思ってるんですよね、うん、まあ、そんなにあの、うん、もしダメだったらそんないっぱいにしない で、 そうで、ね、あの同時にやっぱこの1年間でうち僕たちもいっぱい勉強して、うん、やっぱ配信の施設とかね、うん、設備とかもやっぱ整えたので、はい、うん、すごいですね。そうなんですよ、なのでね、うん、いや楽しそう、うわ楽しそうですね。ですね、急にガゼン、はい。でなんか他になんかいろいろここいっぱい、なんかもう時間が足らないんですけど、そうですね、ね、オペラデビューもされてて、そう、もともとは20代の頃はクラシックの活動が多かったんで、オペラとか、うん、あと現代音楽とか、やってたんですよ。あの現代音楽の歌はまた大変、ね、ですよね。何これ、 リパビタン D カップって何。あ、それってね、あの最近ラグビーがとても人気があるじゃないですか、はい、ラグビーで、ラグビーってリポビタン D さんが大きなスポンサーなんですね。で年に1回リポビタン D さんの主催の国際試合があるんですよ。へえ、で日本対イタリアの試合があった時の僕イタリアの国歌を歌ったわけです。イタリアの国歌、そう、日本じゃないんです。え、日本じゃないんだ。そう、イタリアの国歌でね、そう、え、どういう感じですか、イタリアの国歌。ちょっと生でやってもらっていい。プラテリリタリアリタリアセレスカっていう感じなんですけど、素敵、全然声が違う。ちょっとオペラ驚いちゃう。ちょっと、ね、なるほど、さすが、すごい、びっくり。作曲者はなんかマメーリって言ったんですけど、あのベルディがアレンジしてるんです、うん、さすがイタリア、面白い、すごい。そうなんですよ。あ、結構ねゲストさん来てもらってて、ちょっと生でどうぞってお願いするんだけど、はい、一番うまい。いや今本当に驚いちゃいました。歌い方がね、なんかシャンソンの時と違う、うん、違うんですかね。やっぱりそうです、またちょっと表現の仕方というかやっぱり違いますね、うんうん、すぐ使い分けすごい全然違いますね声が。シャンソンとかやっぱさっきもね、あの録音あの CD 前半日本語で歌ったんですけど、はい、まあ、日本の中って基本的に日本語に訳して、うん、で、まあ、本当に内容を分かりやすくして歌うっていうのが結構日本の中でやっぱり歌われてきたんですね、うんうん、でそれもなんかずっと昔からある訳詞もいいんだけども、最近はすごく、まあ、若い人たちにも知ってほしいから、うん、あの僕いつも今一緒に仕事してる人が劇団新幹線って言うんです。劇団新幹線の、ね、ずっと音楽監督、音楽部長やってる右近健一さんって人がいるんですけど、うん、その人がねすごくなんか去年ぐらいから大量の新しい訳詞をどんどん送ってくださってるんですよ、なのでそれもですね、なんかぜひなんか本当に聞いていただきたい。あのいわゆる劇団新幹線さんのあの空気というか、あの分かりやすく楽しく、はい、でもちょっとグッとくるみたいな、そんな内容、でなんかすごい、もうほんと経歴がね、ね、ボスに就職されてたりだとか、あと劇団四季さんとか劇団から宝塚明星の方々で一緒にライブ、1日24時間じゃ足りないぐらいの長いちょっとここで、はい、お仕事の告知ね、ありがとうございます、はい、してください。ありがとうございます、まあ、普段は今その彼たちという場所をベースにやってるんですけど、うん、はい、それとは別に、実は去年のそのいわゆるロックダウンがあった時からですね、一人で始めたピエールの部屋っていうものがあって、はい、これも完全に無観客無、配信ライブ、はい、自分で全部弾き語りするんです。でこれをまあ今週の土曜日にまたやります。あ、土曜日ね、土曜日ですね、22日です ね、 ですね。あとはまあこれ YouTube でけあの YouTube ライブとピエールの部屋で検索すれば出てきます。出てきます、はい、あとショールームですね、うん、それがあって、であとは少しずつまた大きなホールコンサートも戻ってきているので、うん、10月には
あの大阪の枚方市でそこに新しいホールができるんですって。そのこけら落としの、あの、まあ、パルサイコンサートというものがあってそれに出演させていただくのと、あとは年明けに、まあ、やっぱソロのホールコンサート、これは千代田区なんですけど予定してます。はい、千代田区内幸町ホールです ね, ですね、はい、そうですね。10月と3月ですね、はい、5月、10月、3月、はい。このスケジュールはピエールさんのホームページ行けば大丈夫ですか？はい、あの私もツイッターとかフェイスブック、インスタグラムやってるので、うん、ピエールさんで出てきます、はい、本名で帰るで、本名だとなかなか最近出てこないので、もうカエルたちとピエールをつなげてもらえれば必ず出てきます。できますか、はい、で検索してみてください。ありがとうございます、はい。8月はねピエールさんのお店で、ライブは決定しました。いや、すごく嬉しいですよ、はい、12月と3月もやります。だから3人の、名前を皆さん、はい、早く決めてください。スリップだけ、ね、今ツイッターでですね、はい、マリオさんという方からね、はい、殺生ともっていう来ました。すごい安易だよね、それ殺生、ね、ともに私のさを入れてくださったと思いますね。ありがとう、ね、でも嬉しいよ。ね、本当ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もっといっぱいください。はい。ハッシュタグショートまでよろしくお願いいたします。それではここでお友達紹介なんですが、はい。はい。アミさん。そうですね、まあ、同じシャンソンの世界 の、はい、あの先輩の歌い手さんなんですけど。先輩なんですね。先輩なんです。でもとてもチャーミングな方で、はい、そして本当にまたつながりがいろいろあって、うん、で本当にかけながらお願いできますか？わかりました。はい、じゃあお電話早速しますね。はい、とりあえずお願いします。アミさん、芸名がアミさんですか？そうです。はい、アミさん、どんな方か楽しみ。もしもし、シャンソン歌手ピエールです。外に聞こえるようにしてもらっていいですかね？はい。もしもし、アミさん。はい、はい、こんにちは。どうも、こんにちは、里見しのぶです。今見てました。ありがとうございます。ありがとうございます。アミさん、アミさん、6月21日ご出演ですが、はい、大丈夫ですか？はい、楽しみにしてます。はい、じゃあよろしくお願いいたします。後でまた後ほどご連絡させていただきます。よろしくお願いします。ピアス。わかりました、もうピアスってことです。二人は、お二人は、私もピアス。お二人もピアス。みんなピアスです。わかりました。じゃあ3人ともピアスですね。ありがとうございます。なんかそういうお仕事もされてるんですかね？作ってってみます。やったー、やったー。勝手にすいません、便乗しました。嬉しい。はい、なんかお揃いだったら嬉しいね。お揃い、お揃いだったら嬉しいです。そうです。衣装でなんかこんなで8月につける。こんなズーズーしく。どうもありがとうございます。すいません、ありがとうございます。失礼します。はい、すごい。嬉しい。イエーイ。すごい。便乗急にしてしまった。いやすごい。嬉しい。すごい。よかったです。なんか僕も嬉しい。みんなピアスみたいな。性格出ちゃったね。多分最初一つのはずでしたね。多分ね。多分ね。申し訳ない。本当にもうもっともっとお話聞きたいんですが、はい、またね、時間ある時にぜひぜひぜひお願いします。もう今日だけじゃ語り尽くせないということでね。またぜひ、はい、すいません。じゃあ二人演奏の準備してください。はいはい、今日は、何を弾いてくれるんだっけ？Going の演奏を聞いてください。すぐ始めれそう？はい、Going。
イエイ。ありがとうございます。はい、ショートモノお二人からね、はい、ゴーイング聞いていただきました。生演奏でした。じゃあしょうこちゃん、椅子をこちらに、はい、マイクをじゃあそれ私のこっちに置こうか。それマイク、はい、これ私用のマイクかな。これ関係ないの私のね。あ、こっち、あ、そうかそうか、あ、そうだ、後ろ前だもんね。で、ごめん、声張ります。はい、本日の、スポンサーさんコーナー、今日も樋口、今、肖像で言おうとなって、雄三かなんか出そうになりましたよね。すごいね、バレちゃった。バレちゃいました。樋口修造さん来ていただきました。はい。そして、株式会社ビット、はい、ビットコインとか関係ないですよね。あ、関係ないんですね。あ、よかった。はい、そうなんですよね。なんか恨みでもあるんですか。なんかね、そんな感じでした。河野徹社長代表者だって、社長さんだったんですね。そうです、はい、失礼しましたね。ずっと社員さんかと思ってたの。もうその手の手で聞いていただいたのが僕はありがたいです。すごいなんかおとなしい感じだったから。いや、お若いですしね。楽屋でもそうでしたよね。そう社員だと思われちゃった。だってさ、あの名刺見づらいんだもん。全然名刺に突っ込みって本当見づらいの。グレーで字が小さく書いてて、なんであんな小さく書いてんですか。ちょっと控えめ、控えめ。あれ、嫌がらせじゃないと。嫌がらせ。嫌がらせ。名刺って嫌がらせ。なんで嫌がらせ。見えないんだもん、もうこんな人も見えないの。社長でございます。社長さん、失礼いたしました。もう本当見えないからさ、それを言い訳にしてますが。お仕事が、さっきちょっと楽屋でお伺いしたんですが、何でしたっけ。映像制作の会社でお伝えすると、うん、はい、分かりやすいかなと。もうちょっとマイクに近づいてもらっていいですか。分かりました、はい、映像制作 の、 会社を、うん、やらせていただいてますが、まだ5ヶ月ぐらいなので、それまでフリーランスで映像制作をやらせていただいてました。映像制作とはどういう会社、はい、会社関係だとかプロフィーなんかそういうやつだとか PV とかじゃなくて、そうですね、PV も先日制作させていただいたんですけど、 PV3 人の作ってもらう。来たすぐ特別価格で食いつく。すぐ食いつく。ご本に困ってらっしゃる。ごめんなさい、失礼します。そう全然盛り上げていただいて。そうとか言って。そうすいません。そういうのもやってる。そうですね、生き物係さんのミュージックビデオを先日そうなの。はい、そうなんですよ。ソニーさんの企画なんですけど、はい、ソニーさんからだったらがっぽり入ってますねこれ。何ですかこれ。あ、ちょそっちの方を見ていただけるんですね。じゃあ生き物係さんの PV 流れたら、株式会社ビットさんの制作で、それは社長が自ら撮ってるわけじゃなくて社員さん、カメラも回していますけど、基本的には現場のなんていうんですかね、采配といいますか、実は結構ちょっと複雑な、なんていうんですかね、仕組みというかイベントで、ソニーさん企画で全国のクリエイターを募集して、全国のクリエイターを募集して、でリモートでミュージックビデオを作ろうっていう企画なんです。募集してその方から選ばれた。あ、僕が選ぶ方。選ぶ方、失礼、審査の方。あ、はい、そうなんですね。もうちょっとさ、もうちょっとなんか偉い感じ出した方がいい。いや偉い感じ出すってどういうことですか。いや、だからお若いのにすごいですよね。そう、でもそこがいいのかもね。いやもうなんかたまたまです、もう本当に。で桑野社長が皆さんこう選んで、そうですね、ソニー の、 他の方たちと一緒 に、 一緒に選んで、僕も審査をさせていただいて、で、なんていうんですかね、全体のなんかエンタメの部活っていうカタカナばっかりなんですけど、エンタメの部活っていう部活みたいな、なんていうんですかね、去年結構イベントとかがなかったので、学生の子たちがなんかこうみんなで何かを作り上げたいっていう思いを、ミュージックビデオっていう形にこう持っていくといいますか、はい、
それのお手伝いをやらせていただいて、まあ、なんかその作り方を教えたりとか、で撮影、まあ、撮影もすごくて僕大丈夫ですかこんなしゃべって。全然スポンサーさんコーナーだから、うん、撮影も結構面白くて、プロが現場にいるんですけど、リモートで、クリエイターの子たちがタレントさんに指示を出したりとか、現場と中継でつないで撮影をするっていう結構面白い企画だったので、はい、で樋口さんのところのお母さんとどういうつながり、桑野社長のところで働いてるスタッフの一人が、我が、グラデーションブログ部のメンバーなんです。あ、そうなんだ、はい、でうちの社長面白いっすよっていう話を聞きつけてですよ。なるほど、まあ、面白いって言われたらじゃあ出てもらうしかないな。もっとおもろい人とぶつけて何ができるかみたいな、はいはいはい、それで連れてきたんですよ。なんかいろんな、いろんな会社の社長さんと出会えるから楽しいでしょ。本当ですね、なかなかお会いできないですね。普通だから普通に生活してると、まあ、ソニーに私がもしレコード会社いたら会える可能性はあるけど、いないと会えないですもんね。まあでも今日会えたんで、はい、よかったです。いや殺し文句よかったです。じゃあ間違ってない、今社長の目してました。才能を見つけた時の次の CD じゃソニーさんで僕、まあまあありがとうございます。顔つなぎをしていただいて、はい、もちろんです、もちろんです。こっちの社長も強えな。ぜひ撮影させていただくので、うわー、はい、嬉しい。今でもこんな世の中だから制作費とかないじゃないですか、レコード会社が。あ、そういう話になるんですね。面白いじゃん。はい、そうですね。大変でしょ、今ね。どこでもそうだよね、今ね。はい、さっき、NG ワード聞かれてたらこれだったんですね。踏み込むわよっていう。NG はないですか？ないっておっしゃってましたもんね。何でも突っ込んでいこうと。あ、僕は聞かれてなかったですけどね。あ、大丈夫です。あれそうでした？あ、でも大丈夫です、大丈夫です。はい、言える範囲で、はい。僕秘権も使えますから、ね、あ、そうそうですね、3回まで使えますから。今だって CD が売れない時代じゃないですか。そうですね、ね、本当に、だって CD 出さなくても、YouTube とか自分 の番組持ってるそこから発信できるわけでしょ、今、はい、なんかすごい難しい時代ですよね。そうですね。で、昔はね、そのプロになるってデビューするっていうのは、ものすごい大変なことだったんですよ。レコード会社と契約するってすごい大変なことだったの、私がデビューする頃って、まあ、その前とかね、はい、今もう簡単にできるでしょ、例えば、まあ、才能がもちろん才能がなかったらダメだけど、はい、YouTube でアップしてて話題になったらすぐ今、話題がないから、そういうメディア関係とかレコード会社とかすぐ食いつく、はい、言い方悪いけど、もう本当自己発信ですもんね。そうそうそう、もう私はいプロですって言って、露出は簡単ですもんね、昔はなん、こうしきたりみたいのなんかなかったですか、レコード会社のなんかこう、偉い人たちと会って、私は、まあ、あるところにいたので、そういう面接みたいのはなかったんだけど、もうすぐデビュー決まってたから、でも、まあ、いろんな人にこう、この子はじゃあどういうふうに作って、こう誰が担当にしようとか、そういうところでこうじーっとよろしくお願いします、お願いします、デモテープを作りに行ったりとかして、イメージイメージ、そう、大変だったの、すごい、そのプロになるっていうことが、今本当に本当にいい時代だなって思っちゃうよね。自分の思いをそれぞれみんな発信できますもんね。できるんだもん。でもう、でそのデビューしても、昔だったらこうキャンペーンして日本全国こう歩かなきゃいけないとかね、今それしなくっても発信しちゃえば世界に広がっちゃうでしょ。行きますからね、確かに。だからすごいいい時代だなって思う。でもそういう本当のメディアとかレコード会社とかは大変だろうなって思っちゃうよね。なんかみんなが CD を作りたがらないじゃない、今お金かかるしね。でそこでやっぱりPV 作ってって、やっぱ PV は必要だけどね。社長のとこはいいのは、今素人がこう自分らで撮るじゃないですか、で撮ったらなんとなくやっぱ素人が撮ったものってなっちゃうじゃないですか、だからもうウハウハですよ。いやいや、何ですかこの流れ。戻ってきちゃう。同じところ、同じところ来ましたね。同じところでしたよ。
いやでも本当そう思うんですよ ね、 ねやっぱりこう身近なものになればなるほどプロが際立ってくるっていうか、あやっぱりプロなんだなって。そう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 、だからやっぱりあの同じプロでも本当の中央で、私たちは中央、東京での中央で頑張ってるプロと地方の人たちとはやっぱり地方行った時にその地元の人たちに、あやっぱ中央の人は違うねってやっぱ言われるのよね。あそうなんだ、そうそう、まあそれがね本当のプロだよね。まあ、そう言われるとこ目指したいですよね。でもこれだけ言われなきゃダメだしね。はい、確かに。だからでもだからといってこれでいいってわけじゃない、もっともっと上目指していかなきゃいけない、ね、いや本当にそう思いますね。そうですね。じゃあ今後はどうぞよろしくお願いいたします。結局その売り込みなんか、なんか他に宣伝したことありますか。あそうですね、はい、実はその映像制作って結構いろんなところに活用ができるもので、まあ、例えば個人とか、まあ、そのレーベルさんとかもそうですし、で全然関係ないあの商品を扱ってらっしゃるところでも、まあ、活用ができるっていうので YouTube が多分かなりこうどんどん発展してきてるんですね。個人の売り込みとか商品の売り込みとかができるの で、だからそこで言うとですね、あの去年あのスタートした事業なんですけど、あの劇団めぐみさんっていう、もう35年ぐらいですかね、あの劇団をされてるところがありまして、あの全国の小中学校に回って公演を行うっていう劇団さんですね。であのやっぱコロナになっちゃったので、それでやっぱこの収益がこう低くなってしまって、あのなかなか大丈夫ですか、はい、なんか楽しそうなことになってますけど、はい、これはこういうこともありますから。そうですね、それで僕大好きですねこれイベント今戦ってますから大丈夫ですよ、はい、結構ライブ配信とかをやっている時も、はい、大体なんか何かしらあるんですよね。なるほどね、生だからこそあるあります、あります。アクシデントですね。しのぶさん可愛いもん一生懸命こうやって、何何何、ケンタがおかしくなっちゃったの。乙女チックな感じで、僕ポッケにしまっときましょうか。ぐっとこう。ちょっとね、歌詞カードを出したくて、ね、愛の歌。ああ。ちょっと出してくれない。オッケーです。さすがナイスサポート。はい、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。まあそのコロナ禍になって、はい、あの公演に行けないので、まあ収益が下がってしまうという問題を、ちょっとあの、僕の知り合いの劇団さんだったので、あのまあ日本中で同じような多分、いや本当にそうなんですよ、はい、どうしていいか分かんない人たちいると思うんですけど、そうですそうです、はい、まあもちろんそのじゃあすぐ撮影しましょうよって言ってもやっぱ難しいんですよね、はい、なんかやっぱりその撮影できるタイミングってそのコロナがある程度落ち着いた時じゃないと撮影ができないんですけど、例えばそのタイミングであ、残り1分になっちゃった、撮影さえできれば、あのあなんていうんですかね、映像として置いておけるので、公演に行けなくても、あの有料配信っていう形で、あのお届けできるっていう、いろんな届け方ができるってことですよね。そうですね、そうですね、全国の、はい、皆様ぜひぜひビットさんに株式会社ビットさん、はい、ビットさんに依頼いただければ、まあね、いろんな相談乗ってもらえると思います。劇団さんもそうなんですけど、その小中学校 の、 その担当者様というか、なるほどね、はい、なんていうんですかね、やっぱりこうエンタメが少なくなってきているので、生徒さんたちに泣いたり笑ったりしていただくことによって、やっぱこうなんか感情豊かにじゃないですけど、ちょっと綺麗事になっちゃいますけど、なんかそういうのはあってもいいのかなと思っています。はい、ありがとうございます。今日はもうやだな今日すごいですね、本日はありがとうございました今日はね、歌が歌えなかったので、次の来月の第3月曜日に行きたいと思います。はい、この番組はグラデーションブログ部、美の総合商社メディカルサロンソウルスペースの提供でお送りいたしました。次回はですね、放送6月7日になります。それまでさよなら、さよなら、ありがとうございます。